全部のことに耐えてきた。痛いのも苦しいのも全て我慢すればその先に光があると信じていたから。だけど何も変わらなかった。光は遠のいて闇は変わらず周囲を包み込む。何も変わらない。何も変えられない。だからもうやめよう。ただいま電話に出ることができません。ピーという発信音の後にお名前とご用件をどうぞ。これはどういう感情がキラキラ今はキラキラあなただけが全てさ。この甘い世界嘘になるようなそれ以外のことなんて消してしまおう。ピンのピンと雑な回答そこの世界とはディスコミュニケーション愛と不可能なのオフレ誰にも届かせない。松坂さん何やってんの。彼は他の町に行ったはずじゃ。ダメだダメだ、しおちゃんを手に入れるのは君じゃない。しおちゃんのナイトになるのはこの僕なんだから。僕どうして頭がジンジンする。どうも。騒ぐな、聞きたいことがある。これ、あの時お前と一緒に俺を助けた女、お前知ってたのか。知ってて俺にシオの情報を話したのか。共犯者なのか。騒いだら殴る。その人の名前は松坂佐藤。シオちゃんを保護してるっていうか閉じ込めてるっていうか、とにかくシオちゃんと一緒にいるらしい。でもそれだけだよ。松坂さんの居場所は知らない。本当なんだ、信じてくれ。君に嘘を教えたのは彼女の命令で、そうすればシオちゃんに会わせてくれるって。そうだ、君はシオちゃんを探してるんだよね。僕と協力してシオちゃんを助けようよ。僕なら松坂さんと話ができる。二人で協力すればシオちゃんを取り戻せるよ。そうだ、それがいいと。何言ってんだお前、自分にそんな価値があると思ってんのか。
お前からは汚れた大人の匂いがする。俺はもうお前を信用しない。バイト先で松坂佐藤の住所を探れ。え、協力はしないんじゃ。これは協力じゃない、命令だ。え、爪に力を加えられると不安になるよな。俺はよく知ってる。爪を剥がされた時の激痛、治るまで延々収まらない鈍痛、じく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 思考を痛みが支配する。お前は耐えられるのか、そんな痛みに。分かった、分かったから。住所を調べて俺に連絡しろ。行け。あら、どうしたの？さあさあ、とにかく中に入って。佐藤ちゃん、いらっしゃい。今日からここが佐藤ちゃんのお家よ。愛、愛、愛、愛は人によって形が違くて輝きが違くて、だけど誰しもが手に入るもの、知ればたちまち心が満たされると。はい、いらっしゃい。待ってたわ。大丈夫？愛は目に見えないもの。また怪我してる。大丈夫？大丈夫よ。これも愛なんだから。いろんな味の愛があるわね。いちごにレモン、リンゴ、ハッカ、毒入りのもあったりしてね。味わって飲み込んで、何個でも瓶の中にある限り、そうしてなくなったら詰め替えるの、何度でも。そうすれば愛に囲まれて私は幸せ。けど私の胸の真ん中はぽっかり穴が開いたままだった。ずっと。
おばさん、聞いてくれる？何かしら？私、人を殺したの。愛する人のために。愛を貫くために証拠を消して、二人だけで遠くに行く。協力して。佐藤ちゃん、すごいわね。警察に連絡する？いいえ。だって、この家に来る人たちの中には、そういうことをしてきた人もいたわ。でも、そういう人も愛してきた。それが私の愛だもの。だからもちろん、佐藤ちゃんのことも愛してるわ。でも、それはたった一つじゃないんだよね。おばさんはみんなを愛する。みんな同じで一番がない。私はそれを愛とは呼べない。今ならはっきりとそう言える。おばさん、あなたの愛は間違ってる。私は小さい頃からずっと愛を知りたかった。愛は見えなくて、どういう形かもわからなくて。でも、ようやく形が見えたの。あの子に出会って、私は初めて満たされたの。それはまるで雪のかけらのようで、手に取って大事にしようとした。だけど失敗したりもして。なのに、今も変わらず私を満たしてくれる。不思議なの。どんどん形が変わっていくの。思わずにいられない。砂糖よりもとびきり甘い、唯一無二の特別なもの。それが、私の愛。そう、よかったわね。愛を見つけたのね。佐藤ちゃんの愛は否定しないわ。でも、佐藤ちゃんはまだ子供じゃない。自分で自分の責任も取れない子供じゃない。ね？踏み越えをするなら、大人になってからやってちょうだい。そう、結局は頼らなくちゃ生きていけない。甘えてすねをかじって大人にしがみついて、そういうことなのよ。佐藤ちゃん、一人で愛を貫けない、これが現実。安心して。佐藤ちゃん、急がなくてもいずれなるんだから。あっという間に汚い大人に。だからまだ純真な子供でいなさい。望む結果は得られずとも最善は導けるでしょう。それがあなたの限界。ただの可愛い子供なのよ。その子供に、おばさんは間違った愛を刻んだ。だからおばさんは、私に償う義務がある。私に協力する義務がある。責任取ってよ。私をこうした、汚い大人としての責任を。おばさん。責任か、考えたこともなかったわ。いいよ、佐藤ちゃん、協力してあげる。見届けさせてちょうだい、あなたの愛を。佐藤ちゃんがどうなっていくのか、その顛末を。また来るから。ねえ、佐藤ちゃん、あの小鳥殺したのね、あなた。大丈夫よ、もう何もしない。私はあなたに協力するわ、この愛に誓って。でも、そう、いなくなってしまったのね、あの子。残念ね。
三つ星くん、よかった。あ、すみません、ご心配をおかけしました。今日はとりあえずご挨拶を。ううん、復帰してくれて嬉しいよ。実はさ、ちょっとピンチでさ、昨夜松坂からしばらく休ませてくださいってメールが来ちゃって、代わりに翔子に入ってもらおうと思ったんだけど、あの子全然連絡取れないし。ごめんなさい、お手伝いできなくて。まあしょうがない、今日はなんとか乗り切るよ。よかったら明日から来てね。あ、はい、よろしく。これでよし。飛田さん、連絡が取れないって。あ、いや、今はそれどころじゃ。これは協力じゃない、命令の。そうだよ、僕は君に命令されるいわれはないんだよね。しおちゃん、車怖い？ちょっと。大丈夫だよ、手つないでるから。うん。佐藤ちゃん、お待たせ。おばさん危ない、運転大丈夫なの？大丈夫大丈夫。ほら、あなたが佐藤ちゃんの愛なのね。うん。ちっちゃくて可愛いわね。佐藤ちゃんのおばちゃんです、よろしくね。神戸しおです、佐藤ちゃんとずっと一緒にいます、よろしくお願いします。しおちゃん、この人はちょっと変なの、あんまりお話ししちゃダメだよ。でも佐都ちゃんのおばさんなんでしょ、私仲良くしたいよ。しおちゃん。あら佐都ちゃん、好きな人の前ではそんな顔もするのね。じゃあ出発しましょう。私の罪は全てあの部屋にあるの、だからそれを残らず消してしまいたいの。いいわね、それ。光瀬くん、ほら、警官の。あの人に聞いたけど、小鳥のことはまだ事件になってないみたい。処理した後は、私たちのことを誰も知らない場所へ行くつもり。部屋で死んでいるのは私ということに。ただいま留守にしています。ピーという音の後にメッセージをどうぞ。おい、いつまでかかってる、早く連絡をよこせ。この扉の向こうにしおちゃんがいる、しおちゃんがいるんだ。考えただけで体が喜びで震えてくるよ。しおちゃんの声、匂い、またそれに触れられるんだ。しおちゃん、迎えに来たよ。
しおちゃん。しおちゃん、どこ？しおちゃんの甘い匂いじゃない。あら、あなたも愛に飢えているの？今日も良き日の旅立ちに誓いを立てましょう。永遠の誓いを。しおちゃん。うん、始めよっか。誓いの言葉。やめる時も健やかなる時も喜びの時も悲しみの時も止める時も貧しい時も死が二人を分かつまで。しおちゃんとずっとつながっていられますように。さとちゃんとずっと一緒にいられますように。これが愛の証。私はしおちゃんを愛していることを誓います。私はさとちゃんを愛していることを誓います。明日ここから旅立って新しいお城を探そう。うん、でも私お城なんてなくたっていいよ。さとちゃんがいてくれればそれだけでいい。私もしおちゃんのためならどんなこともいとわない。ずっと空いていた心の穴が満たされていくのがわかる。この愛は永遠だ。ハッピーシュガーライフ。